今、僕は、なりわいとしては、その、まあ、空間デザインっていう、まあ、空間デザイナーっていう、まあ、一応職業、肩書きみたいなものは、そういうものなんですけども、まあ、ただ結構領域としてはかなり広くて、例えば家具のデザインとか、その、今、あと化粧品のパッケージのデザインとか、あと、まあ、雑貨のデザインとか、結構幅広い、やっているんですね。それで、まあ、あるきっかけがいろいろあって、その、タスカ 4D っていうブランドなんですけども、まあ、それを手掛けることができて、パリ、ミラノ、まあ、パリだとメゾンエオブジェっていう、まあ、世界的にかなり規模のでかい、展示会があるんですけど、まあ、それとあとミラノのミラノサロネっていう、まあ、これも一番多分世界で一番大きな家具のイベントなんですけども、まあ、そういうのに展示していて、で、まあ、販路を見つけていこうというような戦略でやってたんですよね。基本的にそのコンセプト的には、伝統工芸をベースにして、その技術を、現代に当てはまるモダンなデザインに変換していく。そういう家具なんですよ。まあ、定価で言うと結構300万とかですね。そのぐらいの価格の、一脚そのぐらいの値段の椅子っていう。だからどっちかというとちょっと日常使いにするような家具ではなくて、まあ、コレクターが欲しがるような家具を、あえてデザインしていったっていうところなんですよ。小さい頃絵と、特に工作、図工ですよね。図工の授業が大好きで。だから僕結構もう早い時、そうですね、中3ぐらいからもう、美大に行こうっていうのはもう決めてたっていうか思ってたんです。美大って受ける人、まあ、特にデザイン系を受ける人って、まあ、そこまでその、なんていうのかな、そのジャンルを決めてる人って少ないと思うんですね。で、僕はたまたまその中でインテリアデザイン科というところに、たまびの立体デザインのインテリアデザイン科に受かったわけなんですが、でも、初めはあんまりピンとこなかったんですけれども、まあ、あるデザイナーの作品を見て、まあ、非常に衝撃を覚えまして、それを見て、あ、こういう世界観がまあ通用する世界であれば、自分もやれるんじゃないかなっていうか、まあ、面白くそこに、なんていうのかな、続けていくことができるんじゃないかなって思えたんですね。それで、初めて、じゃあこの道でインテリアをやっていこうというふうに思った。そこからだからもうあんまり迷わず、もうここの道でどうやろうかなっていうことを、あとはそこで自分の世界を、色っていうのかな、自分の色ってどんなものなのかっていうのを、こう突き詰めていったっていう感じです。まああんまりそういう向いてるとか向いてないとかっていうふうなことが、は思わなかったっていうのは、多分それよりも、その自分らしさってなんだろう。まあ、特にそのデザインだから、どう、その自分の考えた世界を形にするかっていうことの、仕事だから、そっちの方に興味があったので、その向いてるとか向いてないとかじゃなく、まあ自分のだからカラーってどういうふうに出したら、いいのかなっていうことをずっと考えただけっていうことですかね。まあ中というかですね、要は違う、人と違うからいいっていう考え方なんですね。だから違うことで、その違いが自分なわけだから、そういう意味ではあんまり周りは気にしないっていうところになったんじゃないかな。もともとね、人は人というふうに思う性格だったんで、まあ、要は自分がこう目指してるところに、まあ、どうやっていこうかなっていうのはもちろん考えれましたけど、あんまり人と、だからそういう意味で
なんか他者は気にしたことあんまりないんですよ。自分の居場所をどう作るかってことだと思ってるんですよ。自分がこう、そこの、まあ、なんていうのかな、いろんな辛いこととか起きるかと思うんだけど、それをどう、じゃあ、その環境の中で、自分が居心地よくするために、画策することが必要だと思う。だから その自分だけがじゃあOK になっちゃえばいいような、コミュニケーションだったり、これ難しいかもしれないけれども、そのルールをあまり意識するんではなくて、そこでそのルールはちょっと外れてしまうかもしれないけど、それ例えば自分がその会社にとって必要だと思えれば、多少ルールが外れたって会社はそれは認めると思うんだよね。だからその自分が居心地いいことを考えちゃった方がいいと。それをどうしたらいいかって。だから人とそういう比べるとかじゃなくて、自分が、いたい環境を自分で作るってことだと。僕の中でやって、今までやってきた中の一つに、やっぱりその伝統工芸っていうものを、その今の現代のライフスタイルに合わせたものとして、伝承していく期待っていうのがあるんですよ。まあ、一つだからそこである程度、その、社会に提案していきたいっていうのが、まあずっとそれはやっていきたいなと。で、伝統工芸って、要はその昔の伝統を守るっていくことが大事だっていうふうに思っている工芸師さんとかもいるんですよ。だけど、それの中で、そのニーズ、今のニーズと合ってこなくなってしまったものを作り続けたことで、それが廃れてしまうとか、潰れてしまうっていうこともすごく多くて、だからそこで変化をさせることを、それが伝統だと僕思ってるんですよ。その守るんではなくて、その変化させていく、その時代によって変化させていくことが本当の伝統なんじゃないかと思っているので、それが結果、時間が経てば後から見れば、単純にそれが伝統になってくるわけだから、要はやはり残っていなきゃいけない。で、残すためにそのデザインという力がすごく大きなね、インパクトになると思っているので、そこをどううまく掛け合わせて、その新しい形のその伝統工芸と現代のモダンデザインというのがね、融合するものを作っていきたいというのがあるんですよね。自分のことで、過去をちょっと振り返ってみて、今ちょっと思えたのは、後悔する、もし、踏み出せなくて、踏みとどまってるとしたらば、そこからまた何年後かした時に、あの時、やればよかったなっていうふうな、後悔をするのが嫌だから、それだったら、やってみちゃったらっていうことですかね。で、やってまたダメならその時考えればいいっていう。あんまり僕、そういう意味ではあんまり慎重には、安全をあんまり考えなくても、なんとかなるよっていう。多分やれちゃった人って、多分そのぐらいの、あんまり重く考えてやってないからやれてるわけで。ダメだったらそこでまた考えればいいっていう。例えばね、デザイナーだから才能があるんだというふうに思われたりすると思うんだけども。多分それどこの業界でも一緒なのかもしれないんですが、僕は何が才能かって言ったら、その続けることができることが才能だと思ってたりするんですよ。で、要は例えば、自分がこういう風になりたかったんだよ、ナオレとか。昔はさ、こういう風になりたかったんだ、的なことを言うことってあると思うんですけど、それはもう今じゃ思ってないっていうことですよね。どこまで思い続けることができるかっていうことだけだと思ってて、
まあ、それがだから2年でできるようになる人もいれば、10年後になる人もいれば、30年後になる人がいてもよくて、でも結果慣れたらいいじゃないですか。だから そこじゃないかなと思う。思い続けることができる能力、ね、それが才能なんじゃないかなと思って。だから時間であんまり判断しない方がいいと思う。ここまでにできないかったからダメだとかじゃなく、それがいつか叶えばいいっていうふうに思っていれば、思って、まあ、それがあと好きであれば、続ければいいんじゃないかと。まあ、要はだから自分のペースで可能にしていけばいいんじゃないかと思う。